皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。はい、本日はこのね、私の一番のお気に入りの名前をつけてるピクミンと一緒にお送りしていきたいと思います。山芋ちゃんを気に入って言ってくれるけど、全然動画に出してくれないよね。怒らないで。気に入ってるから、まあ箱入り息子的な、箱入り娘的な感じでね、大事にしてるんだよ、外に出さないで。おかしいよね。あいつ、腕をいつも働かせて、一番可愛がってるのが紫ピクミン。消せぬ。で、今日、今ね、こう見ていただいて分かる通り、この子、めちゃくちゃ仲良くなったんで、まあ、マックスのね、全黄色になってるんですけども、サムネイルにある通り、スペシャルエキス、ここまで来るのに、ゼロからの子で言うと、20個いります。ハート4個までは、スペシャルエキス1個ずつで、まあ、4個でいけるんですけども、5から8、ここはスペシャルエキスが1つのハートにつき4ついるので、合計で16個いります。ちょっと大変ですね。ですがまあ、皆さんのやり込みを見ると、まあそこまでじゃないのかなと、あと数ヶ月したら、なんかみんなもうマックスになるのかなみたいな感じもするんですけども、現在スペシャルエキス65個。今まではこのスペシャルエキス1粒でハートが1つ増えていたんですよね。4つまでは変わらないんですけど、次。はい、今1つ食べました。さあ、黄色くなるかな、シリコン。おろろろろ。はい、もう1個。2個で半分です。3個目。4個目。4個目食べて。なんということでしょう。4つ食べないとハート1個になりません。はい、ちょっと撮影ミスったんで、この飛行機のピクミン、松重町って書いてますね。この子、ピン刺しで遠くのね、遠隔操作ができた時にゲットした子で、徳島阿波踊り空港のピクミンだと思います。おそらくですけど。では、この子にダッシュでスペシャルエキスを4つ渡してみます。はい、4つ渡せば、ハートが1つ埋まります。で、この後、シリコンをマックスにしていきます。これでマックスになった状態ですね。で、これが、キノコチャレンジに挑む前、葉っぱの状態なんですけども、これ茶色いキノコかな。それでまあ、だいたい戦闘力これぐらいもぐんと上がります。単純計算で2倍ぐらいですね。なので、今よりもだいぶ時間が早くなりますね。マックスで鍛え上げると。いいんじゃないですかね。お花つけると、なんか1だけ上がりました。なんで1だけかわかんないんですけど、まあ、茶色いキノコだからかもしれません。ちょっと他のキノコちょっと空いてないんで、検証もクソもないんですけど、まあ仕方ないですよね。はい。なので、まあ40匹全部をね、マックスにすると、だいぶ時間が早いと思います。それ面白いですね。素敵だなと思いました。で、これは白いキノコかな。白いキノコでもやっぱりマックスにするとだいぶ違いますね。多分2倍以上のなんか強さになってしまってますけども。こんな感じです。色によってはちょっと戦闘力変わります。で、このバランス調整実施のお知らせであった中に、まあ、大きなキノコの総仕事量現在2分の1に変更とかね。なんか変更来てるけど、変更しなくてよかったんじゃないかなと私は思うんですよね。キノコに入れる人数を5人3セットとかにできなかったですかね。ちょっと、ポケモンみたいに人数増やすことできなかったですかね。私はね、まあ、序盤から、動画に上げてましたけども、3個キノコ行って、普通のキノコ2個、大きなキノコ行って、全部星4だったんですよ。仲良し度上げてないのに。だから、
正直仲良し度を全員が上げてしまった場合また簡単になってしまうんですよ。ちょっと難しいやつもいいんじゃないかなと思うんですね。また確かに今は時間かかってしまうから将来的にはま時間戻すみたいなんでもいいと思うんですよね。正直課金マックス勢私みたいな人はピクミンが有り余ってるんで、一緒に遊べてないピクミン、何にもしてないぼーっとしてるピクミンがいなくなるっていうのはいいと思うんですよ。それ課金してるからピクミン持ってるんですよ。課金してない人に合わせるとやっぱりゲームとしてはちょっとねバランスがまた変わってくるんですけど、課金してるからピクミンいっぱいいる、だからキノコのチケットをたくさん持っていろんなキノコに突撃する、いいと思うんですよね。だってピクミンは効率ゲーなんですよ、もともと。なので暇してるピクミンが一匹もいない状態でピクミンを働かすゲームなんですよ。だからね、やってることは正しいんですけど、ただ今ピクミンブルームをやってる人には伝わらないんですよね。ちょっと時間がいきなり変わってしまったので、やっぱり仲良し度を先にね上げるアップデート、先に仲良し度を上げるアップデートを先にするべきだった、本当に。だからちょっとこれは私は少数派意見で、結構ツイッターとか他の方のを見てると私は本当に少数派なのかなと。でも今回のアップでいいと思うんだけどな、時間かかってるだけで。もうこれとか本当にやめてほしいです。レベルアップで上がるキノコ、私近所叩けないんだから。まあ多分ね、私の言ってることの方が少数派だから腹が立つとは思うんですけども、まあ、本来のねピクミンらしさがちょっと出てきた感じがして、私は嬉しいアップデートだったし、正直まあお前はレベルの低いやつのことを考えてないのかって言われるかもしれないんですけど、私のレベルの低い方のアカウント、家族用のアカウントで全然さっき小さいキノコも言ってたし、自分がレベル低い時にもうキノコチャレンジどころじゃなくて先にピクミンを集めるみたいなこともしてたし、別に全部が全部レベルの低い人に合わせる必要はないかなと私全然思いますね。両方アカウント見てる特に思います。だからいいアップデートではあったっていうことをちゃんと思ってほしいし、ただ順番が違うのと、もっともっとね間が欲しい。将来的にはこの前のキノコのアップデートで良かったんですけど、間をもうちょっと挟むべきだったっていう感じですね。やりたい方向性は合ってると思います。ただちょっとユーザーに寄り添えてなかったかなと、あとやってるゲームの層をもうちょっと考えてほしいなと思いました。ピクミンブルームは今までのピクミンシリーズをやっていない人がたくさんいます。ピクミンシリーズをやってる人はこの効率ゲーっていうのが頭にまずあるので、使っていないピクミン、本家ならオニオンに眠ってるピクミンが仕事をしてるっていうのはものすごい幸せなことなんですよ。なので私的には運営さんはピクミンを知らない人にもちょっと目を向けていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。